さあやっていきましょう。第5話、嬉し恥ずかし夏休みの第っつった、その3かな、その3やっていきましょう。どうもアザラシです。桜大戦2のね、実況また今日も証拠にもなくやっていきますよ。全然モチベーション衰えていない大して再生数も伸びない動画だがやっていく。もうこれね、ちょっと思いを改め直してね、いろんな動画をちょこちょこすげえな。ちょっと待ってくれ、コーランのこれ、こいつやべえやつがおる。バス、昔のバスだぞ。大して舗装されてないバスのこの床に座ってる、すごいガツンガツンなの。で、何言おうとしたんだっけ。あ、動画をね、あれこれちょっと手出して何やってんのか分かんなくなってわーってなるのがちょっとねと思ったんで、とりあえずやり始めたやつはバーッと終わらそうかなと。ね、伸びなくてもね、あ、伸びないわと思ってちょっとあのね、勢い緩めたりするけど、まずこれを終わらす、まず桜大戦を終わらす、うん、楽しみながらね。まあ開けすぎるとね、思い出すのに時間かけたりするしね。まあちょっとあのビッグコンテンツが一つね、あの放置されてるのはどうしようかなと思ってるのがね、焼きつくはまあね、月1であげるとしてね、よしやろう。何かよくわからん、そのままよしやろう言っちゃった。熱海に着くまで地味にやらなくちゃなって思ってるの。スーパーロボット対戦だ、あれどうしようあれどうしよういつになったら終わるんだスパロボ。なんか10年ぐらいかけてやりそうな勢いだよなスパロボダメでしょそれじゃ。よしやろう。あ、大富豪、大富豪ね、懐かしいね。これめちゃくちゃ楽しかった記憶があるぞ。そして俺は大富豪が強いいきなり革命ができる、これは価値格でしょう。革命の極意は一つ、ある程度カードを捨てていく、キングとか。あ、でも革命ができない状況できちゃうか。これは3、4、5、6とかあるし、あ、行こう行こう行こう、革命いけるいける。1、2、3、4、ほいほい、革命、いきなりの革命に一同驚愕、急展開ですねレボリューション、革命だ。このメンツ何なの、このメンツ、さくらにマリアに、こって言ったな、コクリコじゃねえや、アイリス、何なんこのメンツ。とりあえずキング出していってみる。八切りがない世界、優しい世界。演歌、君たちこれ出さなくて。じゃあクイーン出そう。八切りのない世界、優しい世界、出せるでしょ君ら。おおおお、じゃあ12枚、これ出してくるね。あ、やる、おお、やりますね。ただみんないいの、いいの、ジャック、これ勝ちましたわ、全員丸裸だわ。脱衣大富豪、全員丸裸だ。どうすっかな、でも勝ちは勝ちだな、これでどうせ。おっと、ここでジョーカー、おっと、負けたわ。マリア、やりますね。首の皮一枚つながった感じ。よし、さくらが大貧民だな。貧民に服は似合わない。一枚脱いでもらおうか。大貧民に服は似合わない。下の顔の圧よ。ブータレとる。ハブてるな、大竹。さくらくんの顔が、憂えておる。これ厳しいね、難しいね。誰、何あげる、8かな。あえて3は残す、あえて3は残す。そうですね、まずは貧民化出していくというルールですね。あー難しいね。出すか、パス、飛ばしてください。ういー、これを、ここでこれを置きよ。おお、出せない、出せない、パス、
楽しいな、楽しいけどあんまりこれやってると動画的にどうなのって今ちょっと思い出してきたので、勝つとこだけにしようかな。パス、ここは勝ちたいけどね。でも勝ち筋実は見えてない、まだこの時点で。パスだな、まあ、勝ち筋、あ、これで勝っとって3でいって、あー、スリーカード来そう。あー、来た、スリーカード通過、3枚出しな。都落ち、これは無理です。都落ちルール、飛ばしてください。で、これで勝ち、符号2回。いやー、どうだろう、2点2点で4点、アイリスが5点。なるほどな、次でラストにしましょうとか言う、言わない。16点になったら勝ちだっけ。いや、長いなこれ、これ長いな。飛ばそうか、飛ばさないか、飛ばさずに、あの、あれしますわ、あの、早送りしますわ、早送りしまーす。はい、勝ち。大富豪ってのはこれがいいよな、勝ち出したらずっと勝てる、これが大富豪の魅力。もう全員すってんすってんすってんてんですわ、全員すってんてんですわ、これは。はい、勝ちました。16ポイント貯めたんでね、もう圧倒的勝利、大貧民さくら。ちょっとリアル感あるのやめた方がいい、ね、負けちゃいました。実際さくらが多分一番貧しいだろうし、金持ってるのは多分アイリスだろう。大神は置いといてとね、3人のこの所得、親の所得でこう貧民、富豪平民大貧民と。そうなんですよ、お上手なんですね。ちょっと時間がカットとか入れただろうから、何分ぐらいになってんのかわかんねえ。これ好感度上がんないの、好感度上がんないの、何のためにやったん俺、何のためにやった、何のために。お、アニメがいいですね。あー、まあ、コーランが下に地べたに座っとる。なんだって、なほら、なほら、いや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 、窓、バスの窓が吹き飛んで、てれてて、いや、しっかりアニメしてますね、しっかりアニメーションしてますね。ここだ、さあ着いたぞ、兼六園、兼六園合ってた、江戸時代から続く由緒正しい旅館。まあまあまあ、 この人たちの扱いってなんだ、軍人なの、それともあのエンターテイナーなの。それじゃあ行ってみるか、速攻海へ、速攻海へ、行くぜ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 。そうだね、ロシアは海はあんまりかな。北へってゲームで出てくるターニャ・リピンスキーっていうキャラも海で泳がなかったような気がする。水着にはなったけどな。北へやりてえな、北へやりてえな、ヒャッホー、海だー。ただカンナは泳がない方がいい、うん、ゴムゴムの実の力によって、悪魔の実の能力者だから。
カンナ。そらもうひたすら泳ぐよ。男大神ひたすら泳ぐよ。海軍出身だしね。そらそうよ。ただまあ死ぬほど泳いだら死ぬほど焼けど日焼けするんだけどな。日焼けして背中ヒリヒリに。スミレ君呆れとるわ。んだと。柄にもなんかはしゃいでやがる。でも体力的なものを考えたらスミレが捕まらないわけがないけどな。もうカンナとかも吉田沙保里みたいな感じだろ。身長の高い吉田沙保里みたいな。温泉。外人の多いこの花組の舞台、外人さんの外国人の花組の舞台でさ、お風呂とかみんな入れるかな。外国人の方ってさ、あんまりこうなんかこう公衆浴場ってどうなんかな、よくわかんないんだけどな。よくわかんないんだけど抵抗とかあってしないのかな、するのか。よー大神加山じゃねえか。海はいいな大神。本物の海はそれ加山になんか合ってなかったな。あんまりお前なぜここに大道具のところに行かなかったから、あんまり加山に合ってないな。大神よ、男が海を見るのに理由が必要か。男たるもの、海のように広く大きな心で構えることが必要だ。そしてこの大きな海を見渡せるような広い視野を持たなくてはならん。井の中の蛙、大海を知らすということにならんようにな。なるほど、言いたいことはわかる。でんで、アディオス大神、また会おう。アディオス使ってみたいけど、どこの挨拶な実態。どこの地方の挨拶な。タイかな、ギリギリタイかな。タイ、この辺がちょっとわからんな。なぜかアイリスにカメラがアイリスを抜いている。んがぐぐ。これは左にご飯があるのはいいとして、ここでこれをこっちに出したんか。ご飯お椀のお椀をあの上の蓋をこっちで、こっちの汁物をこっちに、漬物をここに主菜。これ何かは気になるね。まあいいや、突っ込まないでこういう。ここあ、みんないるやん。織姫、レニー、コーラン、サクラ、この魚生です。織姫ってイタリア出身じゃなかったっけ。イタリアだよね、確かに。醤油とわさびを使いなよ。これ交換ながらんかった気がする。あ、よかったよかった。もうイタリアだったら結構魚料理もあるはずだし、まあ、南部の方かもしれないけど、カルパッチョとかもあるんじゃないかと思うんだけどな。わさび、油中の多年草、根には刺激成分が含まれる。栄養が摂取できれば味は関係ない。もうちょっとなんかウィキペディアとかかじった知識欲しかったな。油中ってことしか分からなかった。いやまったりしてるな。なんか旅館でゆっくりするのっていいよな。旅行の楽しみというか、旅館でゆっくりしてるっていう風なのが毎日続けばいいのになって思うんだけど、それってなかなか家じゃできないし、常に旅館に行くなんてできることじゃないから、どうすればそれが叶うのかなっていうことを。それじゃあお言葉に甘えて。え、何だった今の選択肢。何の選択肢だった何の選択肢かよく分からず。ああ、さきくんと一緒に寝るって話か。
ああ、誰と一緒に寝るのがいいんだろうな。マリアかな。マリアはちょっとアダルトすぎて、アダルトすぎてなんかあの周りの人も止めない気がする。まさかコーラ枕投げ。知らんわ、中国4000年前に枕あったのか。吠え面を。ええからええから、よっしゃ、それじゃ用意始め。コーランだけ不利だよな、メガネしてるから。メガネ割れてみろ、メガネ割れてみろ。もう楽しい楽しい旅行がもう一気にブルーよ。さくらをかばう。アイリスだった。守るべきはアイリスでしょ。めっちゃ好感度上がってる。ベニが目標補足。そらすみれよ。さあ次が問題だな、次が問題だな。めっちゃ好感度上がる。これは織姫かな。一番ぶつかったら文句言いそうな織姫を守る。ぐわっ、なお好感度は上がらん模様。こいつら何やってんすかね。アホなのか、まあ、アホを眺めるのもまあ悪かねえわ。あー怒られちゃって、めっちゃもうその 目線が鋭い。はいすいません。こういう時はね、あのシューンと謝るのがいい。これもしもあの下の選択肢やるなら下がってたのかな、好感度が。いやいいんだ、言ってくれて。マリアの言う通りだからね。なんならマリアも一緒に寝るかいっつって一気に好感度をだだ下げにして、だだ下がりにしてから帰ろう。ふぅ、今日はいろいろだったな。でも楽しい一日だった。さあ明日に備えてゆっくり寝るとするか。よしここまでするか。旅館一泊。波の音がする。あら一泊で終わろうと思ったのに。勝利、勝負い、誰ですかね。サキくん、いやサキくんは勝利っていうかスミレじゃないか。何してんのスミレ。おい呼ばいか、スミレくん。な、何か用。あれこんなイベントあるっけ。明日花組の皆さんは勝利を海に山に温泉にとお誘いするでしょう。でも私勝利とどうしても海に行きたいんですの。そんなそんなこと言われたら、そんなこと言われたら、すみれくん、あい、これ別にすみれの好感度が高いからそういうあれじゃなかったな。ただの抜け駆けだった。こういうイベントだった。すみれくんの愛が重いですね。この顔よ、この顔。悪そうでしかない。何か悪いんですの？いやー、まんざらでもなかったな。笑ってごまかす。俺にもよくわからない。ああ、おっと。ちょっとダメだった。ダメだった。ああ、こういうところだな。俺のダメなところだな。俺のダメなところ。今のさくらくんを、さくらくんの好感度下げてしまった。つい流されるまま流されてしまった。意志の弱いところが見えてしまったな。垣間見えてしまった。さあ寝よう。床のシミとか見てると怖くなるとかそういうやつや。
さあ寝るか。それこそ本当に眠れそうな。ということで、その3をここまでにしましょう。ほなまた。